こんにちは、辻岡です。さあ今回もね、カエルのために金はなるやっていきたいと思います。さあ火山オールスターズを仲間にしてね、まずは火山に向かっていきましょう。敵は大丈夫かな。俺たちの王子様に何しやがんでい。お、みんながやってくれる。つえ、あの門番どもめまだいるな。私一人ならカエルで通れるが、平助たちと一緒では無理か。王子様、ここは俺にお任せを。俺があの二人を引きつけてる俺があの二人を引きつけてるうちに金山の中へ入って待っててください。うむ、分かったぞ、頼んだぞ。すっげえ回り込んでる。わーい、やいやい、おまぬけ兵士、悔しかったらここまでおいで。お尻ペンペン。ぐへー、分かったぞ。すげえ単純だった。今のうちだ。大丈夫だったかな。杖、一人でやったのか、まさか。おや、良いか、皆の者、目指す金はこの先にある。この岩壁をそちたちの力で突き崩してくれい。任せといてくださいよ、王子様。さあ行くぜ、おめえたち。はーい。おー、すげえ。速攻で突き崩した。わあ、王子様、まことに恐縮ですが、一つお願いがあるのですが。なんだ、何なりと申してみよう。仕事を始める前にバイト料を決めときたいんです。なんせ俺たちも生活がかかってるもんで。そうだったな。ん、もっともだ。では一人いくら欲しいのだ。そうっすか、悪いっすね。じゃあ一人50クリずつで200クリほどいただけたらな、なんて。ん、人手不足ゆえ仕方なかろう。ただし金を渡すのは仕事が済んでからだ。お前たちしっかり頼んだぞ。私はその間にこの金山の秘密を探ってくるからな。はーい。頑張ります。サボりません。めっちゃサボりそうだけど。っていうか平助は何してんだよ。さてと、あら、結構ツルハシが必要だな。現金100クリ、幸せの果実。残念。残念って言われた。おい、大丈夫かな。4、3、2、やっべえ、めちゃくちゃあったツルハシが。頼む。あ、やった、ツルハシ何個。あ、よかった、16個。助かった。考えられてるね、さすが。パワーストーンを手に入れた。力が1アップ。よっしゃ、取らなきゃダメな宝箱だね、今の。さあどうだ。おお、掘れとる掘れとる。どうやら真面目にやっとるようだ。行ってみましょう。ほう、現金50クリ。あれ、金が手に入ったぞ。みんなどこ行ったんだ。全部金もらえるのかな。やった、バイト代がしっかりここで回収できちゃう。みんなは拾っていかないなんて良心的だな。どうです、だいぶ掘れたでしょう。ところで200クリ持ってきてもらいました。もちろん、どうぞ。ありがとうございます。おい、みんな金もらったぞ。ありがとうございます。頑張ります。サボりません。ところでこの先の岩なんですが、なかなか硬くて厄介で、一人100クリずつの400クリいただければ掘り続けますが。ちら。仕方がない、よかろう。ではしっかり頼んだぞ。だんだん金が上がっていくパターンか、もしかして。お金、現金100クリ。ツルハシよ、来い。おー、やった、ツルハシゲット。現金50クリ。オイラは今機嫌が悪いんだ。だからここは通さねえ。確かこれでヘビになれるんじゃなかったっけ。ででーん、ヘビじゃ。土の子じゃ。うわー、ヘビだー、逃げろー。すり抜けてったぞ、カエル。僕はすり抜けられないのに。さあ戻りましょう。あ、お金がちょうど888だ。ライフストーン、よし。お、掘れとる掘れとる。真面目にやってるようだ。またお金あるかな。
今度は 100? あるある。あ、また50か、今度は。どうです、かなり惚れたでしょう。ちなみに400クリ持ってきていただきました。どうぞ。ありがとうございます。みんな金もらったぞ。ありがとうございます。頑張ります。サボりません。ところでこの先の岩がさらに硬くて掘りにくくなってます。一人200クリずつで800クリいただければなんとかなるかも。チラチラチラ。こいつら足元見よって、仕方がない。これが最後だぞ。まったく、やべえ、金がねえぞ。こう上に金がなかったら積むんだが、金、あ、よし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 、もうこれで大丈夫じゃない。800だもんね。あ、わあ、モンスターだ。もう残念。何が残念なの。なんか買いとけや。300クリ、いいぞ。やべえ、もうもう本当にない。あと1。よし、イニシエの石板。なんだイニシエの石板。誠の友と出会いしとき、黄金の剣よみがえらん。誠の友か。ふ、懐かしい響きだ。誰だ、王子か。もう一人の、全部見たよね。惚れとる惚れとる、真面目にやっとるようだ。金金、50クリ、また50クリ回収しとこう。見てください、もうすぐですよ。それはそうと、800クリいただけますか。持ってけ泥棒。わあ、減る。ありがとうございます。おい、みんな金もらったぞ。ありがとうございます。頑張ります。サボ、あ、どうした。おい、穴が開いたぞ。向こうになんかあるぞ。わ、見せろ。わしにも見せるんだ。わしにも見せろ。お、なんだこれ、剣。これは黄金の剣、スネークキラーである。黄金の剣、金色に輝くとき、邪悪なる蛇の化身を滅ぶ。故に最強の剣なり、されど抜くべからず。どうしますか、抜きますか。え、抜くべからず、どうしようかな。抜くべからずだから。やめとくか。しかし話が進まんぞ。やべ、話進めよう。はい。これがデラーリンの恐れておる秘密だったのか。そうと分かればなおさら抜きたくなる。抜いてしまえ。うんうんうん、スポ。わあ、すげえ、体ごとスネークキラーを手に入れた。おや、どうした、なんだ、まさかタイムアタックとか始まんないよね。逃げ道が、あ、塞がれちゃった。おい、助けてくれ。わ、金だ、ドロドロに溶けた金が出た。マジか、金が溶けておった。やっぱりその次は金のマグマの蓋だったんすよ。逃げろ、金持って帰らなきゃ。こら、私置いてどこ行く。金金、お前たち、この金山の金がマグマだということを知ってたのか。はい、知ってました。後ろから来てる。でもお金欲しかったし黙ってました。このバカ者。いいじゃん、でも金固まれば。しまった、行き止まりだ。クソ、叶わぬ水面を飛び込め。あ、溶けて固まって、シャゲーシャゲーシャゲー。なんだシャゲーって。まったく世話のかかる男じゃ。さあ気づかれぬうちに行くぞ。シャゲーシャゲー。あ、ポルナレフか、もしかして。土の工事大丈夫ですか。しっかりしてください。ん、ここはどこだ。お前は誰だ。私はこのシロップ湖でボートのレンタルをやってるものです。湖の氷が溶けたって聞いたもんで仕事に来てみたら、ここにあなたが気を失って倒れていらしたってわけです。マグマが流れ込んだので氷が溶けたのか。
そういえばあんなに寒かった氷河が今はポカポカと暖かいな。これならカエルやヘビで氷河へ入っても大丈夫だ。そうだ王子様、ちょっとこっちへ来てください。どれどれ。おお、うしゃー、でっかい金の塊だ。湖に流れ込んだ金のマグマが冷えて固まったのだな。これだけの金ならジンベエも文句はあるまいが、こんな巨大な金をどうやってジンベエのとこまで運べばよいのだ。やっぱりこいつは王子様の金だったんですね。すげえなー。あ、つつのこ王子様、大変です。おお、エスキモ村の赤ずきん、どうした、そんなに慌てて。どうしたも何も、村の中でマンモスが大暴れしてるんです。はあ、マンモスのことすっかり忘れてた。このポカポカ容器で氷が溶けて洞窟から出てきたらしいんです。なに、展開が早い。マンモス復活の知らせを聞いても村に駆けつけて来てみれば、哀れ無残やめちゃくちゃ。うわあ、すげえ、これはひどい。知らぬこととは言いながら、これも私の責任だ。なんとかせねば。おじさま、早くこっちへ。長老様を止めてください。長老様がマンモスを倒すために戦ってるんです。何、長老が、どこだ、案内せい。あ、行くぞマンモス、再び氷の中で眠るがよい。パオパオパオーン。大丈夫、やべえ。うわあ、しっかりしろ長老。大土の子王子、やはり今のわしではダメなようじゃ。とにかく長老様を病院へ。土の子王子をついに恐れていたことが起きてしもうた。もはやわしには止められぬ。こんな時鏡の盾があればの。鏡の盾。そうじゃ、あのマンモスにも一つだけ苦手なものがある。それは鏡に映った自分自身の姿じゃ。自分の姿を見てひるんだ隙なら奴を倒せるかもしれん。鏡の盾は氷の洞穴にあるはずじゃが、わしはこの体じゃとても取りにはいけぬ。頼む、氷の洞穴から鏡の盾を取ってきてくれ。よし、じゃあ行きましょう。氷の洞穴ね。あ、そうか、マンモスがいなくなってこう下に行けるようになってんだ。なるほど。で、ここに宝があると。100クリ、ほにゃろ。わー、強い、すげー強くなってる。ほいほいよほいよほいよはいよ。こわほい、アクションゲーやこれ。で、下でいいのかな。パワーストーン、いいぞ。パワーストーンは取り逃し厳禁。うわ、ちょっと危ねえ。よし、よし、いけた。いや、ヒヤヒヤする。で、ここか。スピードストーン、ここの下にあってね。よいしょ、危ねえ。オッケー、鏡の盾、これだ。下もいけるよね。ほい、よし、引っかかって、あー、なんだよ。さあ戻るぞ。持ってきましたよ、これぞ誠に鏡の盾。さあ、その盾でマンモスを倒すのじゃ。いいのかな、この野郎。尻から、いや、なんか、あ、マンモスは鏡の盾に映る自分の姿を見てひるんだ。いいぞ。何、アイテムって。いや、倒せないんだけど、何も。なぜ歯が立たぬ。鏡の盾をもってしてなぜ倒せぬ。おい。おい、倒せなかったぞ。おい長老、鏡の盾でもダメだったぞ。どうすればよいのだ。それはお主の修行が足らぬのじゃ。いてて、しかし困ったの。
どこかに動物を操る機械でもあればの。ん？どこかで聞いたような話。そういえば南天堂のシュタイン博士がそんなものを作っていたはずだ。わあ、南天堂まで行けと。あ、ここだ。おい、氷が溶けたので船着き場からボートを出せます。女の子だった。話しかけちゃう。やあ。おお、土の子ではないか。見てくれんか、これを。どんな動物でも自由にコントロールできる機械じゃ。なになに、巨大なマンモスでもコントロールできるかじゃと。当たり前じゃ。マンモスだろうがウーパールーパーだろうが。そうじゃ、名前が決まったぞ。マンモスコントローラーじゃ。どうじゃい、かっこいいだろう。ところでこれの使い方じゃが、バトル中にアイテムとして使うのじゃぞ。マンモスコントローラー。おお。あとはわしのライフワーク、巨大パワードスーツの開発じゃ。お主がデラーリンと戦っておるのは聞いておる。このパワードスーツはきっとお主の役に立つはずじゃ。完成の暁にはわしから連絡してやる。ほほう、心強いですな。さあ行くぞ、対決だ。 B ボタンでアイテム。鏡の盾に映る自分の姿を見てひるんだ。アイテム使う。これだ。よし、まだマンモスコントローラーをマンモスに取り付けた。おとなしくするのだな、コントローラースイッチオン。あパオパオパオ、マンモスおとなしくなった。パオパオ、あ、なんか踊ってる。すり抜けてったぞ。どうやらやったようだな。さすが土の工事、これからも頑張るのじゃぞ。やりました、よかったよかった。おお、パオパオ、わあ、仲間になったぞ。どうしたらいいんだ、これか、金。これマンモス、この金の塊を運べるか。パオパオ、これでを引っ張ってくるのじゃ。わあ、金が仲間になった。よし、これでスプリングヒル行こう。一人用です、ブブー。マジか、じゃあ歩きで戻んなきゃいけないの。よし、来たぞ。マンモス来て大丈夫かな。これマンモス、お前はここでおとなしく待っておるのだぞ。かわいいやつめ。ジンベエはおるか。約束の金の塊を持ってきたぞ。おお、マイフレンド、ゴールド見つかりましたか。おお、持ってきたぞ。それも超特大のやつだ。ん？ファンタスティック、どこですか、どこにあるのですか。まあそう慌てるでない。あまりの大きさに村の中に持って入れないのだ。村の外に置いてある。一緒に来るがよい。どうじゃ、ワンダホー、ハラショー、ベリーマッチ。私このゴールド全部買い受けます。そうか、ではその代金で村の金付き堂を直してくれ。オッケーオッケー、お安いご用です。春を告げるベルは責任を持って修理します。頼んだぞ。 Just moment please。 By the way、 このマンモスはどうしたのですか。話せば長くなるが、このマンモスも譲ってください、お願いします。ではこのコントローラーをお前にやろう。すげえ切符がいいなあ、おじさま。僕絶対あげないぞ。これがないといつマンモスが暴れ出すかわからんからな。サンキューマイフレンド、ちょっと私についてきてください。村人たちがあなたに感謝の気持ちを伝えたがってます。そうか、それは少々照れるな。おお、すげえ、さすがは土の子おじさまじゃ。本当に金を見つけたんですか、すげえな。キャー、土の子様素敵。チュ、やった。今年もまた春を告げるベルが響き渡るの聞けるのですね。暖かくなって我々カエルも氷河へ行けるようになりました。氷河ではぐれた我々の仲間が元気に戻ってきました。おじさま、俺ですよ、氷河の門番ガエルです。やっとふるさとの村に戻ってこれました。ありがとう。アルフレド・ジンベイさんからお金をいただきました。早速晴れを告げるベルを修理いたします。これでリチャードたちを元の姿に戻してやれる。だがリチャード、君は今どこに。土の子おじさま、
ああ間に合った。私はシュタイン博士の助手です。博士は今全力を挙げてパワードスーツを作っておられます。とりあえずこれだけでも王子様に届けてこいと言われまして。 Z の笛を手に入れた。なんだこれ。この笛は現在開発中のパワードスーツを呼ぶ笛です。もしパワードスーツが完成すればこの笛の音ですぐ王子様の元に飛んでくるはずです。おかっけー。それはわざわざご苦労であった。博士によろしく伝えてくれ。それからもう一つ、これは噂なんですが、近々大掛かりなカエルの一斉捕獲があるそうですよ。なんだと？カエルの一斉捕獲だと？いかん、リチャードたちが危ない。ツチノコはジンベエたちと別れ一路アラモードへと向かった。空歩け歩けカエルども、まもなく春がやってくる。そうすれば我らが王デラーリン様の復活だ。その時こそ王にお前たちを食べていただく時なのだ。そのためにお前らを野放しにしておいたのだ。わなんだ貴様、邪魔だ、どけどけ。あ、カエルたちが捕まっていく。まさかリチャードまでも。えい、離せ離せ。お待ちください、私の娘は、娘のマドレーヌはどこに。えい、知らん知らん、離せというのにこの超人が。ひぃ、しっかりしろ、大丈夫か。あ、土の子王子様、うちの娘がいないんです。町に帰っていると思っていたのにやっぱりいないんです。あの子だけまだ宮殿に捕まってるんだ。土の子王子様、娘を助けてください。何、やつらめ超人の娘にまで。お、お前はカスタード兵ではないか、しっかりするのだ。あ、土の子王子、みんながやつらに。ではリチャードも、リチャード王子も捕まったのか。それがリチャード様とは途中ではぐれてしまって、私たちがやっとここまで。そうだ、これを持って行ってください。私が命がけでゲロニアン兵から奪い取った鍵です。クラブの鍵。王子、どうかリチャード様と我々の仲間をお助けください。よし、わかった、私がみんなを救い出してやる。行くぞ、最財官エクレア宮殿へ。くそ、あ、クラブの鍵、ここで使えるようになってる。ツラハシ、ツラハシがまだ必要なのかな。いよいよ、いよいよ始まるな。行くぞ。どうだ。ダダダン。よし、強い。わあ、本当にツルハシがいっぱい必要だ。で、あの UFO キャッチャーみたいかな。ほい。あ、捕まえる。かわいいな、捕まり方が。ほい。こっちでよかったかな。よしよし。うわあ、また怖いなこれ。ほい。ここ。あ、待ち。まあちょっとぐらい当たってもいいよね。ほい。ああ。やっちまった。ここからスタート。ほい。あもうほい、いってザクザク当たっちゃう。うわ、怖っ、ギリじゃん。あ、しかもたまり今度。ヘビになった覚えかな、これ。ヘビになった。かわいい、うねうね、うね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 、やった。ラスゲージ回復。あ、うわ、地味に、うわ、地味に食らうな、これ。ほい、どうやって食らうんだ、これ。よし、おや、これはこれはカエル、カエルになるぞ。ヘビになってカエルになる、カエルになるってあるのかな。よ、あれ食べれるの。食べちゃえ。
ダメじゃねえか。消えろ早く。よし。わあ、なんだこれ。よし。おしよしよし、いけたいけた。カエルだぜ、やっぱり。あぶねえ。やっぱカエルじゃないといけなかったね。よし。ふぅ。から幸せの果実。下確かあったよね。よし。あ、またリフト。ちょっとよく見ていかなきゃ。はい、いけるね。うわ、あぶねえ。お、ライフストーン、よし、いいぞ。むやみな戦いは避ける。広いな、ほんと。今から中央の宮殿に行こうとしてるのかな。よし。ほい。戦いながら行く、器用。器用な王子。頭についた雲をバリバリ戦う。わ、なんだこれ、これ捕まっていいのかな。なんだこれ。絶対捕まっちゃダメなパターンでしょ。カエルになってぴょんぴょん。やべ、いけ、逃げろ。ふう、回復、回復ありがてえ。やっべ。おい、嘘だろ。あー、捕まった。やめてくれ。ふざけるな。おっしゃ、これは人に戻った方がいいか。この下、カエル用倉庫。ワイン一番絞り。お、やった。ほう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 。うふい。よっしゃ。わあ、いって。ちょっとずつ食らっていく。いや、投げ、マジ。わあ、リチャード、リチャードはいるか。私だ、土の子だ。あ、土の子王子様、助けに来てくださったのですか。でもここにはリチャード様はいらっしゃいません。何？ではリチャードはどこに。わかりません。一斉捕獲の時にはぐれたままなのです。せっかく土の子王子様が助けに来てくださったというのに。心配するな、リチャードはきっと無事だ。さあ、それよりも早くここを出よう。そうはいかんぞ、土の工事。やべえ、回復してないけど大丈夫か。しまった、囲まれた。それ捕まえろ。大丈夫かな。よせ。くそ、このうゲボ。まだまだ。ボコグエ。うー、あ、多勢に無勢、無念学。ああ、せっかくここまで来たのに。あ、気づかれましたね。大丈夫ですか。ひ、姫様、姫様。あなたは。ここは宮殿の右の塔にある牢屋の中です。
あなたは気絶したままでゲロニアに連れてこられたのです。ではあなたが私を助けてくださったのですね。ん、このセリフどこかで。ん、さては貴様マンドラだな。マンドラ。とぼけるな。同じ顔をして抜け抜けと。もはや勘弁ならん。今こそその化けの皮暴いてくれるわ。何をなさいます。あれ、あ、いててて、なんてバカ力な女の子なのだ。ごめんなさい、でもいきなり襲いかかってくるんですもの。どうやら本物の女の子のようだ。あまりにあの時のマンドラに似ておったもので、私の思い違いだったようだ。すまぬ、許してくれ。それではその方、名前は何という。はい、私はマドレーヌ、城下町に住んでいたのですが、ゲロニアン兵に無理やりここへ連れてこられたのです。おお、そういえば娘がさらわれたという男がいたな。それはきっと私の父です。ああ、父さん、父さんに会いたい。しくしく。安心せえ、マドレーヌとやら必ず助け出してみせる。私にはこのような素晴らしいアイテムがいっぱい。あ、ない、アイテムがすべてなくなっている。アイテムは兵士がみんな持って行ってしまいました。どこかこの近くに隠してあると思うのですが、今はトレワレの身、どうすることもできません。シクシク。マジか。はい、ということで、ちょっともうすっげえ時間かかっちゃってるので、一旦ねここで終わっとこうかなと思います。どこまで続くんだ。結構もう最後の方まで行ってると思うんだけど、次回がね楽しみです。ということで、よかったらねまた次も見てください。それじゃあ土の子でした。